アクアリウムは踊らない。はい、皆さんもう思ったでしょう。あー、このゲーム面白そうにゃん。あ、このゲーム面白いでしょ。はい、私も思いました。なんかね、ホラー嫌いの作者が作ったホラーゲームらしい。もう面白いでしょ。でもその作者さんがたった一人で作ったんだって。なんかね、もともと5人で作ってたらしいんだけど、4人に逃げられたらしいよ。もうごめん、これは笑うところじゃないのかもしれないけど、もう面白いじゃん。ゲームもだし、いきます、入り口から。いいね、なんか公式ホームページとかいろいろ見てきたんですけど、もうとにかくね、全てがクオリティ高そう。このゲームには恐怖を与える表現が含まれております。小さいお子様や、うん、まあいつものパターンだね。このゲームは実況動画、生放送実況にお使いいただきます。投稿か、まあね、読めないの分かりつつも、まあ読んでるところあるんで、逆にそこでちょっと笑ってもらえたらいいなって。おい、スーズー、スーズー、スーズー、あー闇深っそ。あ、一応ね、このアクアリウムは踊らないっていう作品なんだけど、これ一応前編らしい。後編はまだなんだって。あ、これやるよ。年下のくせに相変わらずこいつはタメ口だな。俺だったらめちゃめちゃ嫌だわ。もう年下にタメ口つつ、なんか仲いいやつならいいんだけどね、知らないやつにいきなりさ、すごい堂々とタメ口言われたら、なんか関わりたくねえこいつってなる。水族館のプレミアムチケット、俺病院から出られないからさ、代わりに行って感想聞かせて。うわ、申し訳ねえ。逆にどうやって手に入れたんだ。何さ弱気になって、ちゃんと自分で見に行きなよ。それに、それに私、水苦手なんだけど。てかさ、この子なんだろう、あれかな、ここを見る限り骨折かな、病気というよりか怪我かな。そこをなんとか。水嫌い、でも俺も水族館はそんなになんか魅力感じへんな。わしもう魚見るだけやん。言っちゃうと。ちゃん、すっちゃん、すーちゃん。まあでもこのゲームで水族館の魅力を味わえるかもしれない。なんか可愛い感じの子3人いる。受付さんめちゃめちゃ可愛いんじゃない。動けないぞ。お、ルルちゃん、すーちゃん。あー、なんかいざアニメとかでもよくこういうキャラいる、のほほんとしてる子、でもなんか頭が切れるみたいな、すーずちゃんね、この子が。おお、ごめん、ぼーっとしてた。珍しいかも、海で溺れた時のことを思い出してたの。もうとんでもねえな、トラウマだろそれ。違う、別に水なんて怖くない。へえ、そうなの、まあいっか。そういえばこのプレミアムチケット、スーちゃんのところの病院の患者さんからもらったんでしょ。そうそう、いつものあいつから。ああ、あの小学生の男の子、優しいね。私は水が苦手なのに仕方ないやつだ。まあまあ、これも何かのご縁ってことで、ルルが行きたかった水族館のチケットをスーちゃんがたまたまもらったのもご縁だよ。ご縁ね。スーちゃん、昔からルルの行きたい場所に一緒についてきてくれるかな。たまにはスーちゃんが行きたいところでもいいのに。いいよ、私は行きたい場所も思いつかないし。そんなの遠慮しないで、スーちゃんが決めてもいいんだからで。水族館楽しみかも、早く入ろう入ろう。うん、もう入り口からおしゃれだね。行きたい場所なんてないからな。スズちゃん、そういうこと言っちゃダメ。もう行ったら行ったら楽しくなるね。俺だってさっき水族館あんま魅力感じないとか言ったけど、行ったら結局俺だって楽しめちゃうもん。遠出嫌いだけど、いざ東京とかさ、結構遠出にしたらさ、なんか結局楽しかったもん俺も。なんだ、どうすりゃいいんだ。体感。ちょっと待って、あ、セーブないんだ。いつでもできるパターンじゃないんだ、これだな、セーブ。あ、違うな、コミュニケーションノートみたいだ。クラゲがとても綺麗だった。クラゲのイラストとともに子供の字で書いてある。あー、水族館来てクラゲが一番のメインみたいな。まあ後ろとかにもここにもいるしね。ルルちゃん置いてこうぜ。あ、操作説明ね。ルルちゃんと一緒に見に来たっつって、ルルちゃん早速置いてこ。入り口か。何突っ立ってんのよ。
わあ、水族館楽しみかも。どんなお魚さんがいるのかな。ね、スーちゃん。かわいいしゃべり。あ、これだ、セーブ。資産用の紙だ。カフェはどこですか。2階の突き当たりです。は？あ、この水族館の中にカフェがあんの。めちゃめちゃ関係ねえ話してるかと思った。受付をして中に入りますか。待って、これ他に何かできたりしないのかな。あ、入れない。じゃあ受付する。あら、綺麗。こんにちは、ビアンカ水族館ようこそ。チケットはお持ちですか。お願いします。はい、お預かりいたします。あっ、プレミアムチケット。お客様、珍しいものをお持ちなんですね。なんだか嬉しいですわ。そんなすごいものなんですか。ええ、珍しいですわ。期間限定、数量限定のもので入手が困難でやす。ええ、プレミアムチケットお持ちの方は特別サービスがつきますわ。バックヤードツアーやイルカとの遊泳、年間パスポートへの無料切り替えなど特典が様々なんです。イルカとの遊泳楽しいのかな。俺がもしやったらイルカに襲われそうなんだけど。そして館長の妻である私。なんだよ、人妻かよ。クリスが専属で水族館を隅々までご案内いたします。え、水族館案内してくれるんですか。ええ、よろしくお願いいたします。お名前は。スーズ。あっちのぼーっとしてる。いや、確かにずっとあそこに立ってるけど。あっちのぼーっとしてるのはルール。かしこまりました、スーズ様、ルール。では早速参りましょうか。はい。あ、ハゲおじいちゃんがいるじゃん。あの人重要なんじゃね。ここからは自由に水槽をご覧ください。私がご案内させて、なんだ、危険だ、逃げろ。は、いかがなさいましたか、スー様。ちょっと待って、うるさいよ。耳ちぎれるって。人間に戻れなくなる。なんで。水族館行ったら人間に戻れなくなるの。な、何。スーちゃん、どうしたの。いや、ごめん、なんでもない。そっか、よかった。今日のスーちゃんはボートさんかも。気のせい。あの、ずっと気にな、なんだ。ちょっと待って、この子の前にちょっと気になってたけど、真ん中のタコ死んでね。おわ、ぎょえ、失礼したです。ぼーなんだこのゴミ、ついぼーっとしてたです。こちらこそごめんよ。お二人ともお怪我ありませんか。うん、ただぶつかっただけ、大丈夫。こちらも大丈夫です。わー、かわいいヘッドホンだね。この間人気ですぐ売り切れてたやつかも。そうです、予約するの大変だったですよ。紫のお姉さん詳しいんですね。なんか嬉しいです。へへ、そうかな。でも浮かれて音楽に夢中になってたらこのありさまだったです。気をつけるですね。お、そうしてください。走んなよお前。それじゃあ失礼するです。あ、死ぬな。じゃあな、もう。さて行きましょうか。はい。お、パーティーみたいになってる。いいね、このパーティー。てか、セーブどこですんの。結局俺セーブできてなくね。おじいちゃん。ふむ、やはり水族館は落ち着くよ。お、こんな美少女3人だからちゃんと顔見てやれよ。興奮するだろう。これは、これビアンカ水族館へようこそ。今からあなたを水と生き物の世界、非日常へとご案内いたします。ガチなやつや。ここではいつもと違う自分が見つかるはずです。あなただけの物語を見つけてください。それでは、ごゆっくりお楽しみください。ビアンカ水族館館長。はあ。魚が気持ちよさそうに泳いでいる。何の魚だろう。たけしじゃない。こちらはキイロハギとマダイです。とっても色が鮮やかで、お子様にも人気ですわ。へえ、この死んでるタコは？タコだ。でっかいな。こちらは水タコですわ。タコの中でも最大級の大きさで、大物だと 3.5 メートルにもなるんです。ふにょにょしてるね。ちょっとエロいね。あ、これ青ブダイじゃない。わあ、青くてでっかい。こちらはメガネ、全然ちげえや。全然ちげえ。メガネ持ちのウオです。目にある黒い模様がメガネのように見えることからこの名前になりました。別名ナポレオンフィッシュとも。あー、聞いたことある。うん、
でっかいしよく見ると目がギョロギョロしてる。怖。いや大体の魚怖いやろ。なんか顔は。さっきのやつどこ行ったんだろう。これはウツボ。おお、これはなかなかグロいな。こちらはウツボ。やった！当たった。見ての通り鋭い歯を持っています。しかし性格は臆病で、人間から強い刺激を与えない限りは攻撃してくることは少ない。え、そうなの？目がまん丸だ。ウツは人ではどうして星の形を、あ、人でね、人ではどうして星の形をしてるんだろう。不思議だ。わしもかつて水族館で働いとってな。懐かしいな。まあでも普通の水族館とは違うんでしょ。ヤドカリさんだ。小さくてとってもキュートですよね。ヤドカリはお腹が柔らかく傷つきやすいので貝殻で守ってるんですよ。へえ、物知り。すごい、双子。イカさんだ。ピカピカ。ほんとだ、綺麗ね。君たちはいずれイカ臭い何かを嗅ぐことになるんだよ。ごめん、すっごく下ネタだ。美味しそう。鑑賞用です。イカは見た目が白く透明で美しいですし、食べても美味しいですわ。そして皆様ご存知のイカスミですが、かつてセピア色の絵の具として使われていたんです。セピアというのはラテン語で紅イカを意味するんですよ。すごい、なんかいろいろ教えてくれるけど多分3分では分かんなくなるな。ウミガメのオブジェだ。あ、これがセールか。ってことはここからなんかあるな。あー、広い。こっちは？あ、なんだ。うわー、綺麗。うわ、きれい。同じこと言ってる。こちらはクラゲゾーンですわ。ビアンカ水族館の見どころの一つなんです。ほん。館長はクラゲが大好きでして、この空間はとてもこだわっていましたわ。いつ見ても綺麗ですわ。じゃあ戻ろう。一回下から行こう。なんかめちゃめちゃ重要そうじゃん。お子さん、お母さん。まあまあ、熊の実だ。しましまだね。そうね、白とオレンジのしましまね。お前ファインディングにも好きなパターンだろ。知らんけど。友人や彼女と来るのもいいけど、一人で来るのも悪くないな。なんかあんまり、ぶっちゃけ言うとあんまり俺水族館行ったことないからさ、そこまで魅力がわかんないんだけど、まあ、来たら楽しいんだろうね。カニさんかわいいね。こちらはサワガニですわ。カニの大きさは、数ミリ程度のも小さいものから足の両端まで3メートル以上にもなるものまで様々な種類がいるんですよ。はぁ、カニ好きそうだね、クリスさん。タツノオトシゴって形がユニークで素敵ね。今全然見えないだろ。めちゃめちゃ邪魔されてるよ、ほら。ルルちゃんにも邪魔されて、今度館長の奥さんにまで邪魔されたよ。ざまみろ。あ、でこっち行くとまたクラゲゾーンなのかな。あ、いたっけ。ちょ待って、あいつめちゃめちゃ足遅くなったぞ。スーちゃん、もう少し見てからさ。分かったよ。もうせっかちね。これはこれ全部クラゲでしょ。水玉模様で可愛いかも。ぽってりしてるね。こちらはタコクラゲと言います。付属器が8本あるためこの名前なんですよ。へえ、付属器。毒は弱く、刺されてもほとんど痛くありません。そのためペットとして、飼育する方もいらっしゃるみたいです。タコじゃない、クラゲを飼育してさ、どうなんだろう。クラゲは意思があんのかな。あ、飼い主みたいな。飼い主、拙者のあれ食いたいでござる。あの微生物のあれは赤いクラゲだ。その見た目の通り赤クラゲと言います。乾燥させると刺胞が舞い上がり、それが鼻に入るとくしゃみが止まらなくなります。そのため別名ハクションクラゲとも言うんです。へー、やば。天草クラゲ、リボンみたいなクラゲだけど、ほん、美しい見た目に反して猛毒を持ってるんです。また天草クラゲ以外のクラゲ、つまり仲間以外のクラゲを食べてしまうんです。あー、面食いね。そんな一面も美しいですわ。クリスさん、あなたやってるね。幽霊クラゲって言うんだ。確かにお化けみたいかも。名前の通り幽霊のように怪しく、白く透き通ってるのが特徴です。幽霊に連れて行かれないように気をつけてくださいね。もうやば、これ絶対やばいでしょ。ちょ、まあ、お前下で何やってんの、さっきから。おい、ですです。水クラゲだ。なぜだか親近感が湧く気がする。あいつ幽霊みたいになってね。あ、ん、水クラゲ、なんで親近感湧くの。カラージェリーフィッシュ。フィッシュなんだ、クラゲなのに。カラフルで美しいクラゲですよね。
こんなにいろんな色がついているのに、なぜ色がつくのかまだ分かっていないんです。へえ、そのなんか不思議だよね。魚っていうか海、深海とかになるともう、俺なんか深海とか嫌なんだよ。めちゃめちゃなんか怖くない？あとななんかさ、なんか結構さ、画像で検索すると出てくるなんか海の中にとんでもなくでかい魚と人が写ってるみたいな画像あるじゃん。ああいうの見るともうなんかもう絶望を感じる。同じちょ、あのですです、めちゃめちゃうざいじゃん。これ多分俺らが道遮ってるからあいつ下行けないんだろうな。ごめんな。同じクラゲでもこんなに種類があるのね、勉強になるわ。うん、ちょっと道塞ごうぜこいつ。これ上行くたびに道塞ごうぜこうやって。あはははおいおい、もうどこにも行けねえぞ。おい、もっと上行けるぞ。しょしょしょ、塞げ塞げ。もうこれ何だこれ。俺別のゲーム、何が楽しんでんだ俺。おい、間違った。おい、大丈夫か、ごめんな。あ、さっきの水色のお姉さん、クラゲ可愛いですよ。ここの水族館お気に入りなんですよね。住みたいくらいです、なんつってね。おい、ここの水族館にはよく来るの？はい、よく来るですよ。年間サポート持ってるです。ほらほら、テンション高。普通のテンションそれだったらちょっと関わるの難しいな、めんどくせえこいつってなっちゃうな。わあ、かわいいデザインだね。ほんとだ、なんか萌え袖してるのこの子、かわいい。裏には顔写真が入るんですよ。うん、萌え袖で物つかむ。ほんとだ。あ、トイって名前なの？ネーム、すごいな。ナンバー2012。はあ、1年間有効、ま、見えるね。ほんとだ、立派なカードだ。欲しくなっちゃうね。ふふん、でしょでしょ、いつもポケットに入れてるんです。燃えろ。服燃えろ。ここの水族館が気に入ったらぜひです。はあ、おい、お前もう道通れねえよお前。おい。この遊び、この遊び3時間はできるな。すっげえ綺麗。でもうわ、ここはなんか実際にいたらめちゃめちゃ綺麗だろうね。クラゲが優雅に泳いでる。ちょっと行ってみたくなってきた。水族館ってかクラゲを見たい。どけ！お前、トイ。お前嫌いじゃないぞ。一回セーブしに行こう。これでセーブして。てか、ウミガメのオブジェ、こんなところにひっそりとあるけど。なんか絶対いたずらされるよね。落書きとか。これでこっち行けんのか。この先に進もう。うわ！やだ！俺これちょっとやだ！ちょっとでかすぎる！ちょっとでかすぎて俺も海の中にいるって想像しちゃって、でかい魚が横を通っただけでも俺はゲロ吐いてしまう。はっ、これ水ってか嫌いなんじゃないの、すずちゃん。これ嫌じゃない、さすがに。俺は嫌だよ。え、なんも、どうした？あー、気絶してる。ダメだ、そりゃそうよね、水嫌いだもんね。何もいない水槽。あ、レレどっか行ったぞ。なんでこんな大きな水槽なのになぜ一匹も生き物がいないか疑問に思いますよね。はい。何もいない水槽も、みやび。これ、みやびだとは思う。みやびなわけないよね。はみやびで合ってんだね。ごめん。みやびだとは思いませんか、すず様。はぐらかす気か。以前、ここには、ビアンカ水族館の人気を取り戻してくれた生き物。違った。言い方を変えれば、ビアンカ水族館の命の恩人が暮らしていたのです。命の恩人。でも、恩人って言ってるけど、魚でしょ多分。恩魚じゃん。恩魚。恩魚？恩魚、恩魚じゃん。恩魚、恩魚じゃん。サメです。ホウジロザメ。サメか。でもサメってさ、人を食べるサメってなんかそんなに数多くないらしいね。へぇ。サメを展示する前は、周りの新しい施設にお客様が流れてしまい、ビアンカ水族館は廃館の危機を迎えていました。かなり古くて、小規模な水族館ですから、無理もありませんわ。そんなある日、館長が目の前の海で傷だらけになっているサメを見つけたのです。館長は傷だらけのサメを水族館へ連れ帰り看病いたしました。あの時はびっくりいたしましたわ。でもサメで人気取り戻せるってすごいね。サメ好きが多いんだじゃあ。そして館長は天からの贈り物だと言い、このビアンカ水族館で飼育展示することを決めたのです。しかし水族館でホウジロザメを展示するのは世界でもほとんど類を見ないほど珍しいことでした。まあ当時じゃないのそれ。今って割とあるんじゃないの。
もちろん反対する従業員もいました。しかしサメはみるみる元気になりまして、試しに展示してみたところ大好評だったんです。もう従業員食われてんじゃね何人か。あれあいついなくねってなったらこの水槽の中でなんかすげえなんか破片みてえの流れてたらめちゃめちゃ笑えるじゃん。いや笑えはしないね。ホオジロザメは街中の街中の話題になり、お客様が一気に押し寄せたのです。その結果経営は回復、水族館を存続させることができました。ホオジロザメがいなかったらビアンカ水族館も私ももういなかったでしょうね。あんたもか。クリスさん、そのサメは今どこに生きてるか、それとも亡くなってしまったか、どっちだと思います？この人意地悪だ。いや死んだろ、いねえんだもん。ふふふ、冗談ですわ。まだ生きていますよ。事情があって水族館の裏で管理しているんです。とっつきにくい。しかもホオジロザメはある特徴があって。うん。って、あら？どうした？ルルだろ？あいつずっと前からいねえよ。スズ様、ルル様がいらっしゃいません。あいつ影薄いんだな。いや、確かにいない。ルルまた一人でちょこまかして。ルル様を探しましょう。私はこの作品を探しますので、スズ様は戻ってみてくださいまし。わかりました、そっちはお願いします。うん。ね、左に行ったよ。ルルを探さなきゃ。オッケー。でっけえ。ここにホオジロザメがいたんだ。いや怖いな、さすがに。まだ探してない部屋あるか。でもこっち絶対何もないでしょ。よかった、人いないと思った。もう異変が発生してんのかと思った。もうこれセーブして。クラゲはいないか。いやこれも左じゃないの？おじさんなんか知らない？あ、ダメだ、こいつボットだわ。ツイッターのボット。あ、ちょっと想像しちゃったんだけど、もう水槽の中で泳いでたらめちゃめちゃ面白くね、ルルちゃん。めちゃめちゃ喋りかけてきたら、ここだよみたいな。え、どこだ？クラゲにもう毒刺されて死んで、あ、トイはトイ。あ、いねえ、あいつ。あいつ、黒幕やろ。話しかければわかんのかな。いや、誰かに、なんか、来てないかとか言えないのかな。え、どこだ？一回戻るか。これで、全部回ったから、いける。ルルがいない。先に行っちゃったのかな。いや、もうおかしいもん。もう展示物がないってことはこっち行っちゃダメなんじゃねえの。あ、まだあるやん。あー、これはなんか、来てもおかしくなさそうよ。教えてよ、ルルがどこへ行ったか。クラゲに聞く？人に聞けよ。上行くか。なんだい？え、裏って言ってたけどさ、あれなんかこれサメなんじゃね？いや違うわ、これここから見てこのデカさだったらもうメガロドンだ。うん。裏に水管理してるって言ってたけど、水が近い。は？ルルを見つけなきゃいけないんだ。見つけなきゃなんだ。行かなきゃ。めっちゃ光ってるけど、なんだこれ。水槽の中にキラキラしてるものか、拾いますか。でも水嫌いなんでしょ。ちょっと待って待って、落ち着け。こっちはカフェか。え、カフェにいるでしょ。カフェにもいないみたい。これじゃルルちゃんの破片なんじゃね。右脳、ルルの右脳。パールのブレスレットを拾った。これルルのだ。あいつ海の中に落ちたんじゃねえの。なんで水槽の中にあるの。ルル、一体どこへ。あ！何？おや？お、あ、なんか聞こえてきた。おや？何も見え。ああ、苦しい。この感覚、そうだ。小さい頃に海で溺れた時の。落ちたのかな？助け。なんか俺、異世界に行ったのようにしか見えなかったけど。あそこだ。小さい女の子が、変態に襲われてるぞ！助けろ！早くしなきゃ。あの子食べられちゃうわ。別の意味で。ちげえよ。これ、サメに襲われそうになったの？めちゃめちゃ怖いじゃん、そんな。食べられる。
なんだっけ、確か私は大きな何かに、なんかさ、これこのオーマイガー、動けねえ、これつながりがあるんじゃね、その傷だらけのホウジロザメと。すずちゃんがなんかよからぬ力に目覚めてサメをギチョギチョにしたみたいな、あるかもしんないぞ。どこ、ここ、まさかルルもここに。早く探さなきゃ、メモがあるぞ。あー出た、俺の得意なやつ。パルケルカパルケツエロエレウニガルカパルケニコルバカルケパルニガブララ。わかった、ここは異世界ですって言ってる。顔だけ真っ黒に塗りつぶされた写真が落ちてる。どういうこと、この水族館呪われてんのかな。ルルのアクセサリー、紫と白のパールでできたブレスレット、スーズが誕生日にあげたもの。はおん、やっぱ。でもあんま怖くないんじゃない、俺雰囲気的にはあんま怖くないと思うけど。怪しい色のサンゴが生えてる、なんかパチパチ聞こえるぞ。血のように赤黒い水星でクラゲが泳いでいる。すっげー、なんか変なもん生えてる。何の音これ、パチ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 。あ、なんかギュギュリウロロレウロロレロロ。セーブか、よかった。セーブすらさせてくんないかと思った。ち、なんだ、すごい雰囲気変わったね。あ、トエ、なにそれ、痛いです。誰か、タケピどこ。あ、君もしかしてさっきの、なんで血だらけなの。それにこの足、人間の足じゃない。誰かいるの、何も見えない、痛い、痛いよ。え、助けてってめっちゃ書かれてんじゃん。タイルの血で文字が書かれてる。本当だ、足魚なってる。大丈夫。え、これサメの呪いなのかい。どうなる、結構怖くなってきたね。ルル、ギャルギャルギャブラカラギャル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 。水槽の中から不気味な声が聞こえる。クラゲが喋ってんの。何声すら出んかった今。むしろ10センチくらいちょっと画面から離れちゃった。もうダラ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 、すんご、このパチパチめっちゃ気になるんだよな。うわ、 BGM なくなるってことはそういうやつや。こっちもいけるな。俺 BGM ならないとこ行かねえよ。マカルカルカルケ。誰かに話しかけられてるような気配がする。これその魚系が全部喋れるようになってんの。プリン、はあ、最後はどれかまともに聞こえねえの。ダメじゃん。うわー、先行けるけどな、やめるか、ちょっとちゃんと行くか。なんかちゃんと手順を、普通に怖くなってきたな。助けてって何を助けりゃいいの。みんな同じこと言ってね。あ、なになに、水槽の中から聞こえる声が次第に大きくなっている。はあ、ルルか、それともクリスか。あ、待って、なんか矢印がある。え、動けないぞ。うわー出た。なんかすごくヤバそうなやつ来た。覗くか。え、覗かなきゃいけないじゃん、こういうの。覗きますよ、絶対来るんじゃん。なんか、あー、この下のね、矢印あんじゃん、これこれね。俺の経験上ね、次決定ボタンを押した瞬間に何か怖いのが映るよ。さあ先行くか。もうねえし。通用しねえ、俺の今までの経験が。誰の目、割と綺麗な目だったけど、くっそ騙された、くっそ負けた、負けた、臓器だ。踏むな踏むな、生温かい内臓だ。水族館が舞台でも全く関係ねえもん落ちてくるね。
でも魚の内臓かもしれんね。血のような液体の中で泳ぐクラゲは気持ちよさそうでもある、苦しそうでもある。割と怖いぞ。んー、なんかでもちょっと待って、これクラゲのマーク違うか、先行くか。ちゃんと怖いね。マークラもうクラゲじゃん全部。魚一切見えない。あーなんか新しいこと言ってる。うん、あーカキフライ食いたいのね。ずっと見てると水槽の中に吸い込まれそうだ。おフラグ立てんな。実際に吸い込まれそうじゃん。へー、みんな吸い込まれそう。あ、ウミガメがいるって。このセーブさ、これ G にセーブできたら何もわかんないけど、なんかね、やっぱ要所要所にセーブがあると何かが来んだろうなってちょっと勘ぐっちゃうやん。それやなんよ、怖いもん。誰かの日記の歯切れ顔してる。丸月丸日、今日もは調子悪いみたいな。これサメなんじゃね、サメのこと言ってんじゃね。それでもからいただいた海のは今美しく輝いています。やっぱこれサメのことなんじゃないの。今日もは調子が悪いみたいです。部屋から出てきてくれません。部屋？館長？こんなに愛しているのに、あなたが好き、クラゲもこんなに集結したのに。た、あなた抱きしめてほしいだけなの。なんで？好きなに好きなのに、こんなに好きなのに、好き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 、はいはい、オッケー。まだあんだ、もういいよ。ところどころ読めない箇所がある。ほぼほぼ読めたよ。だって後半全部好きだったじゃん。こっち行けないか。いやー、これ誰、これクリスのこと言ってるんじゃない。あいつ黒幕じゃねえの。真っ赤な字で何か書いてある。ほほほ、俺が悪くこれがビンガルビンガ。早く逃げて。ちょ、やめろよ。おい、めちゃめちゃ頑張って勇気出して後ろ見たのに何もねえんかい。びっくりさせなよ。さ、セーブしよう。何、ウミガメ好きって言ってんのか。普通、どうでもない。文字が書いてある。もう全部読めないじゃん。これ何、これ何が上なの。これホウジロザメが一番トップみたいな。これ血だよね、血文字。いくか。うわうわ、出たよこのパターン。バタ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 ってまた来んのか、それともなんかでかいのが映るのか、どっちかだろう。これ走ろう、もう走れ走れ、全力で。何も来ん、来い、逆に来い。なんか意味深な集まり方しない。クラゲこんな一本のとこに飼ってたら喧嘩するよ。勝手に動くな。いよいよ勝手に動き始めたこの子。あれ、これ現実じゃね。出口がない、どういうこと。この先に出口があるの。いや、戻ってみるか。逆に先へ行ってみよう。ダメか、クラゲに話しかけてみ。ま、さっき最初話しかけたやん。どこにいんのって。なんでやめたん。おや。ああ待って、こんな偏僻な場所に客とは驚いた。一体どうやって入ってきた。抵抗したら殺す。私の質問に答えろ。はい。女かい、しかもめっちゃ可愛いやん。誰だ貴様は。え、めっちゃ可愛いやん。第一印象めっちゃ可愛いやん。もう終わりなのかな。制作、これ大々かな、大々さんかな、大々で合ってるよね。違ったらすいません。いいなこの BGM、いい BGM。 なんかこれさ、このゲームのエンディングにもし流れたらさ、めっちゃ涙出そう。俺オープニングで言ったよ、アクアリウムは踊らない。やっとオープニングっていう時に俺エンディングの話してる。いいね、ここからが始まりなんだ。結構ボリュームあるじゃん、すごい楽しみ。でも
楽しみ。おや。もう安定してると何も喋れない俺。おやでごまかすしかね。お前も。お前も誰だ。おお。めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗だな。あんまり殺傷能力高くなさそうなサーベル持ってるな。この状況で素直に名乗らないとは、肝だけはすまっさってるようだな。まずい、隙がない、逃げられない。もう絶対悪い人じゃないだろう。となると貴様、奴の手下か。奴って何のこと？さっき迷い込んできたばかりで、わけわからないんだけど。図星ならそう答えるのが自然か。ここで逃がして、厄介事を起こされたら余計手間取る。はあ、今ここで死ね。その前にキスをする、チュ。は？ちょっと待ってよ。私は何も。待て。お前まさかさっき。なんだ？はっ！ほっ！何の音？くそ。こんな時に限って。え？全然見えんかった。なんかバイクみたいの来たよ。土煙。今のうちに。全然追いつけん、世界観に。まず、水族館の、なんか異世界みたいなの来たのは確かだよね。で、あのサーベルを持っためちゃめちゃ美人は誰？コスプレなのかな、あれ。で、今出てきた、なんか車みたいの何？もう全部わかんねえ。サメと関係してんのかな、これ。あからさまに誰か死んだところあるやん。ね。何に殺されたの、あれ。血の跡。なんとか逃げ切れたのかな。というか、ここどこだよね。改めてどこなんだろう、ここ。さっきまでいた水族館とは明らかに違うし、これだけ歩いても出口がないなんておかしいよな。それにルル、どこまで奥に行ったんだ。変な軍人みたいな人も化け物もいるから、戻るわけにもいかないし。あ、いや、化け物だったの。ルルを探してここから出る。できるの？こんな私に。あんな化け物相手に。はっ。でも行かなきゃ。ルルは親友なんだ。ルル、無事でいて。あいつこそ黒幕かもしんねえじゃん。実家セーブしていい？結局文字化けしてんの？これ俺のゲームファイルがぶっ壊れてるだけわけじゃないよね。俺ちなみにね、数日前にさ、牡蠣を食いに行ったのね。もう天、もう生牡蠣が食いたすぎてさ、牡蠣を食べに行ったの。でさ、結構食ったのよ。5、6個食っちゃったのかな、多分。牡蠣ってさ、いっぱい食べちゃうと栄養価で結構やばいじゃん。で、しかも胃腸炎になる可能性もあるじゃん、当たって。でも食べちゃったのよね。で、今さ、それのせいなのかわかんないけど、めちゃめちゃお腹痛くなってきたんだよね。まずここ見るか。この血。なんもないね。おい、ドリー！お前ドリーだよな、確かファインディングニモの。違うか。ナポレオンフィッシュだよね。このゲームやったら魚覚えれそう。うわ、出た、絶対なすときだ、これ。左の水槽を心配そうに見つめている。あっちの魚は元気がないのか。この3匹じゃそうなの？そういうことか。みんな元気ない、みんなじゃね、この子だけか。泳ぐ元気のない魚がいる。大丈夫か？大丈夫か、こいつら。ラなの。お腹でも空いてるのかな。あげたいけどあげれなくね？どうやって渡すん？右行くか。ああ、違う。イムヤム、イムヤム。え？あ、びっくりした、開いたかと思った。今のちょっと開いたみたいな音じゃねえの？ポチャーンって。これ多分この血の跡さ、多分こっちに続いてるってことじゃねえの？なんかめっちゃ血飛び散ってるけどね。すっごい、結構広いんだね。あれ、これファインディングニモやん。おい、うわ、会えないね。うわ、何この車椅子の量。古い新聞が落ちている。海岸に傷だらけのサメ。丸月丸日午前7時頃、ビアンカ水族館の館長が水族館近くの海岸に打ち上げられている巨大なサメを発見した。サメの種類はホウジロザメと見られる。体長約6メートルにも及ぶ大型で、うわ、怖っ。打ち上げられたサメは
現在ビアンカ水族館が保護しており、治療とともにサメが打ち上げられていた原因を探している。はぁ、まあ、絶対関係はしてくるだろうね。掃除用具、黒のコーチジャケットが入ってる。スタッフ用のジャケットみたいだ。めぼしいものはないか。うん、ダイビング用のスーツ、うん、イルカショーの道具くらいしか入ってない。なんか使えそうなものないかな。ないよ、黒の、うん、めぼしいものはないか。それよりもこの車椅子の量、何すごい量の車椅子、誰かが持ってきたのかな。すごいいっぱい車椅子を必要としてる人が観客にいるのか、それとも大富豪のなんかよくいるおっちゃんがなんか、わしは今日はこの車椅子がいいのとかつっていろいろなんかめぼしいものを探しまくってたのか、どっちなんだろう。魚の餌が入ってるようだ。あっ、これをあそこに渡しに行けばいいってことじゃない。生き物の本もあるんだね。じゃあ行くか。これでじゃああの魚に餌をあげるといいんじゃねえかな。でもここからあげれないよね絶対。魚の餌、これ自動でやってくれんのかな。人が食べても美味しくはなさそう。俺ね、ちっちゃい頃食ったことあるよ。ちゃんと美味しくなかったよ。さあ、あげよう。泳ぐ元気のない魚がいる。水槽の上に隙間がある。あーん、餌をあげよう。すごい音したな。めっちゃテンション高いけどさ、これ逆にさ、この子が元気になってさ、あの元気なかった時この子たち全員なんかさ心配してたけど、逆にこの子だけに餌をあげてしまったから、この3匹がさもうブチギレるんじゃね。あの子ばっかりずるいみたいな言ってさ、左の魚死んでるみたいな、そういうことになる可能性もない。よかったね、よかったよかった。何してるの。魚が水槽の底の石を並べ始めた。めっちゃ天才やん。4、おお、なるほどの、教えてくれるのか、そこの鍵のやつ。4、なんだくれそうだ。あ、めっちゃいいやつらだ。49、うん、4951、ありがとうよ、お前ら親友だわ。4951な、実家セーブして。ちょっと待って、ここ行くまでちょっと上行っていい。あ、行けねえ。もうこっから完全に海だ。こっからサメとか来てもおかしくないじゃん。さあ行ってみる。4951、鍵が開いた。イルカじゃん。イルカだ。ああ、おい、やんのか、何見てんだよ。は、何も持ってないよ。うっさいの。もしかして遊びたいの。そうは言ってもな、どこかに遊び道具とかないかな。あるんだよ、そういうのすぐにもう頭にピキンってくっちゃうんだよ。ここよ、ここ、ここでしょ。しましまの可愛いボールを見つけた。めっちゃ普通に手に入ったやん。あとないかな。じゃあ一個しかボールないから、あの一匹に分け与えて、もう一匹があの機嫌悪くなってバトルロワイルが始まるようにしようぜ。イルカ同士でさあやり合うんだ。今やるからよ、私やるよ。えい。どんな勢いで投げたん。あ、結構大きめのやつなんだね。あ、そうか、そりゃそうか、俺テニスボールぐらいの大きさだと思ってた。ふぅ、これで遊んでないよ。一匹しか遊んでないや。もう一匹ただただ泳いでるだけや。え、どこ行くの。あ、これで海の方行けるようになったりとかじゃない。ちょっとセーブしよう。さあこれどうした。何、上からイルカの声がした。何、おい、マイケルとジョニーじゃねえか。あいつらのこと、こいつらのこと、これからマイケルとジョニーって呼ぼう。あ、もしかしてさっきのイルカ、一体どうやってここまで。でも悪い子じゃないんでしょ。さっきのプールの底と繋がってるのか。ほら、渡したボールで遊んでないよ。いや、柵もなんもねえよここ。あっち柵あるけどこっちなんもねえから、何も意味なくね。何何、もしかして背中に乗れって言ってるの。分かった分かった。渡れなくて困ってたし、お願いしようかな。ありがとう、乗せてもらうよ。どうやって。一匹に乗るみたいな。ありがとうね。ふう、落ちなくてよかった。そっか、普通なら泳げていけるような距離でも。そっか、この子水嫌いだもんね。助かったよ、じゃあね。
いいやつらじゃん。こういう世界でもいいやつらやっぱいるんだね。さあ行くか。うわ、なんかやばそう。でもなんか血とかあんまなくなってきたから怖さはあんまなくなってきたね。めちゃめちゃ長いじゃん。え、くっそ長い。この空間あるんだったらここを、うわぁ、え、すっご俺こういうとこマジで無理なんだけど。怖いもん。奥からでけえ魚くんじゃねえかなみたいな想像しちゃうもん。雰囲気変わったね。下行こう。なんだ、うわ、暗っ。この部屋真っ暗だ。うかつに触れないな。一旦外に出よう。あ、開くんか。なるほどな、今度明かりが必要ってことか。あー、絶対なんかやばいじゃん。追いかけとかあんのかな。鍵？これカードキーで開けるドアか。アクセサリーしかないからね。え、どうする？ここ石、あ、行くとこないぞ。うわ、行くしかねえじゃん。絶対行くし、え？電気？さあ、あれ、行けない？あ、行ける。なるほどな。これだ。違う。全然わかんねえ。全然見えねえ。ブレーカー探そう。ちょっと、あ、これか？違うやん。え？これなんかあるけどね。なんもないやん。え？積んだな。これ積んだよ、これ。ダメだ。戻ろう。全然なんもね。ええー！どうしよう。ちょ、一回も、あ、なんだお前。やんのか。向こうの部屋真っ暗なんだけどさ、何かいい方法知らない？ついに行かれたか、スズ。お前、魚に話しかけるなんて。なんだよ。ああ。まあ、そうだよな。ありがとうね、イワシくん。またね。くそ！使えねえ野郎め！あ？なんだ？なんか表してんの？え？なに？ん？これなんかの形とかしてんの？一回戻る？おや？おや？ん？あ、待って！手順！ちょ、もう一回見よう！ちょっと待って、もう、お前めっちゃナイスだな。え、いいよ、初めても。うん。1、2、3、4、5、6、7、7左。左7ね。上、1、2、3、もうわからなくなっちゃった。あ、やばい。めっちゃ早いな。いや、ちょっとでもさ、わかるか？ちょっと待って、一回やってみていい？結局さ、そこにたどり着ければいいんじゃねえの？こう行くじゃん。こう行くじゃん。で、多分さ、さっきさ、このフラグを立ててなかったから、ほらな。見えないけど、この辺に何かがあるはず。よし、ナイス。あー、これなんだ？扉みたいな。行こうぜ。ん？どうした？来た、ランタンとマッチを手に入れた。来た、これで。お、怖っ。雰囲気変わったよ、また。はあ、これでやっと見える。電気くらい簡単につけられるようにしておけ。てか、あのイワシ、天才やろ。もう特に何もないか。アユと書いてある。浜崎？イカと書いてある。イカ臭いやつ？4匹の生き物の中心となるものは、日本語にしてカタカナで答えよ。急にクイズやめよう。ちょ、待って。はっ！え？ワイヤ！わかってる。ちょ、待て。サザエと書いてある。サメと書いてある。ちょ、待って、なんかあるだろう。紙切れが挟まってる。伊勢エビ、ウナギ、サメ、ウミ。なんで？スズキ、フグ、イカ、ウナギ、アオ。なんで？おい、わからんて。わからん。いっぱいある！アユのページ。アユ。
スイートフィッシュ、アユは川下りをするためアユルが語源になったと言われてる。また1年で一生を終えることから、ね、年魚とも呼ばれる。はい。皇帝ペンギン、エンペラーペンギン、ペンギンの中で最大の大きさを誇っており、体長は 1.3 メートルである。極寒の環境の中生活しているため、鳥類の中では最も過酷と言われている。これヒントか、マンダタの平べったやつでしょ。大きいものでは、横幅が8メートルにもなる。また糸巻きのような形をしているため、別名鬼糸巻きエイという。繁殖期になるとオスは海からジャンプしてメスにアピールをする。その後しっかり射精するんだろ、やめろ。バンドウイルカのページ。イルカショーでおなじみのイルカ、好奇心旺盛なのが特徴である。イルカの声は頭の上にある鼻から出ている。イルカ同士は超音波を使って会話をすることができる。はい、サザエ。日本では食用貝として有名。殻は大ぶりで10センチ以上にもなる。殻にトゲがあるものが一般的だが、ないものもある。これヒントなんだろうな。クリオネ、うん、美しいやつね。まるで飛んでるように泳ぐことから流氷の天使と言われる。頭の上に口があり、バッカルコーンと呼ばれる触手で餌を食べる。餌を捕まえるときは機敏な動きをする。怖っ。サメ、ファイわー、うん、気持ちいい。お前が憎い。そうやって人にすぐ当たんのやめといた方がいいよ。アオウミガメ、うん、アオウミガメという名前になったと言われてる。現在は絶滅危惧種に指定されている。ピラニア、うわー、ピラニア怖っ。肉食の魚であり、鋭い歯と噛む力による人間の指を噛み切ることができる。ふへへ。臆病な性格のため群れで生活している。血の匂いを嗅ぐと興奮して獲物に一斉に襲いかかる。こんわ。イカ、イカ臭いやつ。はい。イカが持つ10本の、触腕は人間でいう腕に当たる。エロ。正解出よう。ちょっとセーブしよう。わからんわからんわからん。これちゃんとね、自分で考える。これ結構考える時間必要だよ、こういうの大事よ。ちょっと待てよ、これね、書いてるのが中心って言ってんじゃん。待てよ待てよ待てよ、うんち、うんち、うんちにしとこう。絶対違うじゃん。そういうことだ、分かったわ。これ C になるんだよ、真ん中でしょ。この生き物の中心となるものって文字の中心を見るとこれ C になるんだよね。ってことは海じゃん、日本語にすると。でシーバス、スワンフィッシュ、スクレイブルーで真ん中を見るとブルーになるんだよ。BLUE。青。なるほどな。で、そこから導き出されるのまず、アユだろ？アユ、イカ、で、これなんだっけ？サザエか。サザエ、サメでしょ？で、あとはこの書いてある、やつの英語を見ればいいんだ。アユ。スイートフィッシュ。スイートフィッシュの真ん中は4文字4文字が T。T ね。もうこれあと読まなくていいでしょ？で、次、イカ。イカどこだっけ？イカ、確か青臭いって言ってたから、ここだ。よく覚えてんな。TU! TU! TU ね。で、TU で次、サザエでしょ？さ、ここじゃない。あ、ま、サメ、サメシャ、あ、ちょ、やめろ、やめろ。わかったわかったわかった。もう悪口言うな、俺の。TU! で、サザエ。ターバンシェル。4、待てよ。4、5、5。ここ、L か。ツン、ツン、ツンで覚えとこう、ツン。ツンで覚えといて、もう一回肉見なきゃいけないけど、サメ。ツンア、ツンア、ツ、は？ツナ、ツナ、ツナだ、ツナ、オッケーオッケーオッケー。黙れお前。もう俺のこと肉言うな。ツナ。日本語でカタカナにすんでしょ？ツーナ。ツナ。すまん。俺魚の知識ゼロなんだけどさ、ツナをググったのね。そしたらツナってさ、スズキ目、サバ科、マグロ属に分類される魚の総称で、結局マグロで訳されることが多いってことは、これマグロなんじゃね。マーグーロ、これ普通にツナってやってもダメなんじゃ。ツナでいいじゃん。わーやったー。ビアンカ水族館の年間パスポートを手に入れた。
やったよ。ビアンカアクアリウムパス。これはビアンカ水族館の年パス？何かに使えるかもしれないし、持っていこうか。今年パスで思い出したんだけどさ、トイちゃんどうなったんだ？それにしても、薄暗いなこの部屋。早く出よう。え？え？ランタンの火が消えた。もう一回つけないと。怖っ。あっあっこあなんで今ブシュって聞こえたぞ。よし、これで。あ、マッチの音か。はいはいはい、何か来るな。何？へぇへぇ、おい女、お前絶対お前顔覚えたからな。まだ来んのかい、まだ来んのかい。セーブ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 。よし、セーブできるのかい。いけ、え、かざせ、いけ、はははおい、お前全然余裕だよ。俺逃げゲーめっちゃやってきたからな。身を隠そう。大丈夫、あいつでもそんな強くねえよ。多分逃げなくても多分勝ったよ。いや、やっぱ